んこんにちは、浦田さと子です。今回ビーチ文化振興協会も動画配信をすることになりました。第1回目は CPO の朝日健太郎さんが、自宅にいながらもみんなと一緒にビーチライフを楽しもうというテーマをいただき、最初に思ったのがこれです。これはビーチ文化振興協会の活動の一つでもあるメッセージアート展です。昨年私たちも初めて出展させていただいたんですが、これね、初めて絵の具を使って描いたんだよね。少しでも記念になるようにと娘の手形や足形を使ってデザインしました。楽しかったよね。お台場のビーチにたくさんの応募をしていただいた T シャツがゆら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 揺れてね、せーちゃんぺったりした、ね、楽しかったよね。とてもいい思い出として残っています。で、今回はだしワクワクチャンネルをするにあたって2人で何を作ろうかって考えた時に、少しでも皆さんに夏とビーチを感じていただきたく、これを作りました。何を作ったんですか？書いたんですか？トマト、チューリップとスイカ書きました。上手にできました。で、これはね、散歩でね、一緒に見たチューリップ、蝶々はハサミで切って貼ったり、また私がね、書いた下書きを娘が絵の具でなぞってくれて、かき氷や雲は折り紙を切って貼り付けてくれました。どうでしょうか？ステイホームが続く今ですが、娘と一緒に楽しい時間を過ごせるように、いろいろ試行錯誤して、毎日を過ごしています。これからも楽しい動画を頑張って作っていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今後も、ビーチフレンズの動画配信をされると思いますので、お楽しみにしてください。せーの、レッツエンジョイビーチライフインホーム。また見てね。バイバイ。